はい、ではアンケートの結果、大輔さんがダントツ、次竹内さんがね半分ぐらい。じゃ鈴木大輔さん見ていきます。ちょっとリスナーさんの中にはあんま見ることなかったんじゃないって言ってる人も多かったし、あと鈴木大輔さんが今日はもう全部何もなかったって言ってたらしい。鈴木大輔さんがね、自分で。だから多分そんなにないんじゃないですか。うん。そんなめちゃくちゃひどい位置だとか多分ないんだと思うんですけど、まあ、見ていきましょうか。まあ、とにかくビーストの人は人気ありますからね。うちのチャンネルではね、中田香奈さん、菅原さん、鈴木大輔さんはね、もう毎回のように見てるんでね。はい。じゃまた見ていきましょうか。今日は金曜だからね、夜更かししてもいいしな。みんなもね、普段は早く寝ろって言うけどさ。はい。じゃあ鈴木大輔さん見ていきます。はい、とにかくペーチャドラアク、まあ手配は普通か、普通にリーチ目指してまっすぐ行くだけの手配ですね。はい、はい、行きましょう。はい、はい、行きます。はい、とにかくペーチャドラアク、はい、小学生ね、小学生の子もういなくなっちゃったか、寝たかな。うん、じゃあほんと不安になるよな、小学生でな、昨日今日うちの配信来て、将来 M リーガーになりたい。でもまあな、配信上だもんね。これが自分がなんか麻雀教室やっててね、小学生が毎日来てたら、ダメだって言うけどさ、配信だからな、なんな。はい、じゃあ行きましょう。なんでいいかな。はい。いや、いいピンかなんだ。まあ、何度か言ってます。はい。普通にもう、かなり面前でなんで、もう、3ピン受けとかも見てね。はい、チュン切る。初かなん切る。うん、2ピンかなん切る。もう、やんかん、やんめんなっていうく。うん、いいそう、切る。将棋も本当の天才が10歳くらいから将棋ばっかりやって、ほとんどがゴロゴロに。まっすぐ、馬も切って。まあ、人によってはね、ゴロチとかあるから残してる人いるかもね。うん。ただ、どっちのカンちゃんもあんま選べないしな。将棋も本当の天才が10歳ぐらいから将棋ばっかやってほとんどがボロボロになって、あ、そうなんだ。将棋も一握りしかプロになれないから、そうか。まあ野球とかもそうだよな、全部そうか。うん、まあ、そう考えると逆に麻雀は一応最悪雀荘で働けるのか。野球と、まあ野球とか将棋はプロになれなかった場合の職場は少ないのかな。うな、そうだよね。麻雀に比べ。雀荘店員って多分1万人とかいる？え、あかんあかん。だからって麻雀やったか。うん。確かにね、このコメントは確かにちょっとハッとしましたね。将棋とか、まあ、野球だと、まあ、甲子園とか出りゃいいけどね。まあ、そうじゃないと勉強せずに将棋、野球とかね、ずっとやってて、いざ、自分全然才能なかったら、っていうのも、まあ、悲惨ちゃ悲惨かもしれんけどね。はい。将棋は年間4人マジ？そんな少ないの将棋。麻雀は何人だったっけ？麻雀は100人ぐらいになる。うん。レッスンプロ、でもレッスンプロとかも限られてんじゃないの？どうなんだろうね。うん。赤い人もめっちゃレベル高いもんね。うん。解説、いえ、解説なんて多分、元プロじゃん、大体。他の夢破れてから麻雀。まあまあまあ確かに。いや、そうだけど、あの、小学生の子は、麻雀がめちゃ好きってことだからね。はい。じゃあ行きましょう。リーチ入った。はい、いいそう、切る。ドラ引いちゃった。まあ、ここでベタ折りかな。うん、ベタ折りしていく。小学生やってる、麻雀やってる小学生が IQ 上がるって論文ある。うん、まあ、IQ 上がるかもな、確かに。それは真剣に考えてやってたらね。でも、やっぱ IQ 上がるよりマイナスがでかすぎるよな。うん、まあ、やっぱそれで麻雀擁護するとしたら、少なくてもめちゃめちゃ大好きで、真剣にやってるものっていうのは、絶対マイナスではないよね。もちろん麻雀だって考えるゲームだから、それがパチンコとかだったらあれだけどさ。
だから勉強したのが上がるのは間違いないけど、じゃあ勉強に麻雀と同じようにのめり込めますかって言われた場合にのめり込めないから、麻雀はめちゃくちゃ好きで自分やりたいやりたいで戦術本読んだりしたら一応活字も読むし、確かに IQ 上がる可能性あるんだけど、でもやっぱプラマイで言うとどうなんだろうねって話だな。うん、本当に勉強もやってやっぱ間の時間で麻雀あったら別に何もいいことないけど、やっぱ麻雀やるとのめり込んじゃって勉強やる時間なくなっちゃうっていうのがどう見るかですよね。タイムライン見たけど、ミヤネ屋で麻雀大人気って通知があったんすね。うん、はい、じゃ行きますか。タイムラインで麻雀で飯食えるわけないしな。うん、他のゲーム、うん、タイムラインで見たけど、ミヤネ屋で麻雀大人気って特集あったら知らん。何でも一生懸命やれば、そうそうそう、何でも一生懸命役立つのは間違いないんだけど、でも麻雀よりは他のことにハマってほしいってなりますよね、それはね。うん。まあプロなるだけで確率。うん、ドンジャラ。でもドンジャラだとあんま考えることなくねえか。麻雀で本当に戦術も読むならさ、うん、まだね。東大生が、うん。はい、宮根さん。宮根さんもな、面白いよな、あれであんな風にやってんだもんな。元キャスターでしたっけ？河村さんは昼なんですか？宮根屋見ますか？ポカポカ以外は別に見ますね。ポカポカとあれだ、ラビット以外見ますね。あの二つはちょっとしんどい。うん。ちょっともうわちゃわちゃしてるやつはもうしんどくなってきちゃうの、年取ると。バラエティに振ってるやつは。だバラエティは見ない、あんまり。昼帯、うん、だからそれ以外見るって普通に見る。うん。はい、ちょっと、まあ、じゃあもう雑談にいたらあかんってもうまだトンニなのに。もう、うん、まだ6分か。はい。高宮さんぐらいルックス良かったらマージンやっても OK。 いやだから女だったら稼げるけど、そんないたらキャバクラとか同じやんの。自分女が若い女が自分のルックスを生かして金稼ぐって何でもできるから、マージャンプロじゃなくてよ。はい、じゃあ行きます。パーマンからか。パーマンなんだ、ペイじゃないんだ。はい、自敗切らないやってんのかな、もしかして。トンパツも自敗切らなくていいピン来たもんね。はい、いいシャンテになった。もうちょっと手なりで、はい。うん、これはリアメン固定してった。はい、イーソー切る。はい、もうない、なんもない。ん？まあ、一応チーソー切るもあったのか。ちょっと俺、どうなん？リアメン3投げるか。まあ、ちょっとこれは興味本位で聞くけど、みんなどっち切ります？もしくは、絶対どっちがいいってのあったら。言ってちょっとね、じゃあリャンマン切ってないとして、リャンマン自分の代わりないとして、俺チーソー切ってることが多いかもな。パッて言いそうって言ったけどさ、別にチーソー切ったってリャンマン埋まったら3層数層いけるからね。いいそう打つ誰か自信ある人います？俺フリーとかだとやっぱりテンパイ即流したいから、多分間違いなくチーソー打ってるんですよね。誰かある？ガチで。例えば、ナーガだったら、絶対こっち打つとかさ。こういう理由でこっちの方がいいみたいな。あ、いそうのがいい。自信ながらチーソー打つ。でも、なんで？チーソーとイーソーってテンパイチャンスだいぶ変わるやろ。イーソー切ったら、まあ、3、4、6、7。1数万。3、4、6、7、1数万。で、チーソー切ったら、1、2、3、4。で名前でリャンマン様立てるけどね。うん。リーチのみだしな。うん、でもリーチのみ言った、まあ、ピンフの違反。でもピンフの違反って言ったって、リャンソー数層だよ。うん。チーソー来たって別にリャンソーと数層でピンフだよ。ピンフ率変わらなくねえか。想像の受けは。イーソー来たって数層ローソーでピンフ。チーソー来たってリャンソー数層でピンフだもん。うん。もう結構チーソーいっすよね、これね。俺は小さだわ。まあ、特にまあ俺はフリーでって言ったけど、とにかくまあリーチしてつもみたいなのがチップとかあるマージャンだとマジで俺小さ切ってますね、これね。ちょっとおもろいね、これね。うん。なんか紛れて、本田さんがどっちか聞いたかったけど、リーチのみだしなーって本田さん言ってるってことは、多分言いそうって言ってるのかな、本田さんは。まあね、だから一見だからもう何も考えずに言いそうって俺も言ったよ。でもなんか、じっくり見ると、小さめっちゃいいよなっていう。うん、上がりが偉い時も結構あるしな。うん。いや、飲み手管理安層って言うけど、だからピンフの受けも変わってないからね。別にリャンマン3万積もって、管理安層でリーチしたくないって言うなら別に積もきたらいい。
別に変わらんやん。スネカンにエースに取れる5枚を拒否するに見合ってるの。そう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 、5枚をね。はーい、でも行きますか。うん、ちょっとねこれ何気ない一打だけど、ただ今回だとまあ一応ローピンからのタンヤオとかがあるか、ちょっとそっちもあるから言いそうのがちょっと有利になるかな。ローピン引いた時にタンヤオ受けが増える。うん、はい、じゃあいきます。うん、テンパった、はい、おー感謝。積もりたい、めっちゃ積もれそう、こんなめっちゃ山ありそう。ダメだ、めっちゃ山ありそう。これイーマンが固まっちゃってたかな、下茶遠い面に。ん、そんなこと、そんなことない。え、神茶が統一後から引いた、なんだ、まあいいよ。はい、ヤンマン早いけど、はい、はい、はい、続きます。はい、マッサさん、麻雀ハマりました、助けてください。本当にやめたいなら、俺が無理くり洗脳してやめさせてあげます。どれだけ麻雀が人生においてマイナスのゲームか。はい、うん、はい、じゃあちょっともう一個か、ちょっとなんか長くなっちゃった。はい、吐く切る、まあこれ、あ、自敗切れないっていう方針ではないか。うん、まあまあこれはちょっと、うん、いいんだけど。はい、いいピン切る。はい、うん、まあいいや、ちょっと俺はEピンしか来たことない。はい、おほ、3ピンいた。はい、ローマンキール。はい、な、チーピンでいいか。うん、はい、ちょっと質問が止まっちゃった。はい、ここでイシャンってなった。Eピンか3万は、Eピンが普通かね。はい。はい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 、はい。はい。完全インシャンテになって、ああ、ヤンマンなんだ。はい。完全インシャンテに取らず、ヤンマン切った。そうっすね。確かに、ヤンマンの方がいいか。急走とヤンマンの安全度が全然違う。ヤンマン全剣無筋。だからまあ、パーソーの受けがどうかっていうよりも、安牌ちょっとでも安全な範囲を残して、って感じだね。うん。いや、いいと思います、これは。はい。もう2列目のね。9列目だし。はい。いいと思います。あ、吹いてきた、めんどくせえ。まあとりあえずはチーソー切る、他がちょっとし、あの選択肢ないもんね。え、うん、ちゃん切るナメプ。いや、ちょっと待って、雑談が長くなっちゃうな、この感じってやるとな。なんだこれは。3万リアまでいいかな。まあひねくれの急走とか一数万うっぱっそうみたいな、スチそうみたいなもんね。あるな。順面的にどうだろうね。3万にはま切って、テンパイ時、うん、急走切ってもテンパイまあほぼ取れそう。今もある。ま、うん、まあまあいいや。急走か3万に切る。うん、シンプルに3万でいいと思います。全然。はい、ヤンキー流が舐めくかどうか。あ、初コメか。山口さん。あ、昨日もコメントありがとう。そうだな、ちょっと初コメの人なら、なんかつもぎりしちゃった。ああ、地獄なんだ。ちょっとあんま見てなかったけど。初が地獄待ちでめっちゃ終盤だからね。ああ、いいんじゃないですか。うん。これめっちゃいいな。まあ、ここ、まあ、強いて言うなら、まあ、ここでもリーチでもいいのか。まあ、この2巡でリーチになったってわけでもないからね。うん、もうここでリーチでもよかったんだな。うん、ただ全然いいっすね、これは。全然いい。素晴らしい。うん。ちょはーよかったね。ここ完敗したらしい。本当よかったねしか分からない。大輔さんよかったっすね。かっこいいつもね。乾杯か。ポロリ見えた。ポロリしちゃった誰か。誰の山だ。やばくさ。黒沢さんがシャア出したからって言ってた。黒沢さん誰？黒沢さんがシャア。超能力、うん。ごめん、それは知らんけど。はい、まあいいと思います。初先にし。で、まあ一応ちょっと初コメの人が答えるか。まあ、ジャンキリューがナメプって言うんだけど、まあ、ジャンキリューも、まあ、一応まあ、手配の構想力をつけるという意味のルールって捉えた方がいいかな。まあ、ジャンキーね、まあ、いろんな賛否ありますけど、まあ、一応まあ、ジャンの、あの、発展には大きく貢献してるし、桜井翔一さんはね。で、まあ、俺はまあ、個人的には、ジャンキーの映画とかもね、まあ、あれ以上の映画って多分ないから、しかももう今から20年も前、
のやつだけどね。だけどすごい本当面白いし、うん。で、だからまあ否定派ではないですね。ただまあちょっと宗教みたいとか言われることは多いんだけど、まあそれはそれの一つの考え方だから。また少なくともまあ自敗を第一で切らないというのが勝てる麻雀ってわけではまあないですけど、まあそういう縛り麻雀って思った方がいいかな。みんながそういうもう自敗を切らないというルールで打ってる麻雀っていう感じで思ったらいいと思います。プロ相手に高速力トレーニングする山田さん心怒るかと思った。え、全然めっちゃいいやん、初短期。うん、だからもう俺だったらここでいいし打ってんちゃうかなっていう、それやっか。この初瞬、引いた瞬間に。うん。まあちょっとあんまり麻雀詳しくない人のために言っとくと、めっちゃ早い地獄短期とかもう終わりだけど、終盤になればなるほど、まあありなので、うん。全然あり。ここでそくりでも全然いいよね。そくりするんじゃない、送りすると思う。ちょ、めっちゃ迷うけどさ。やっぱり、想像とかも連続系だし。手代わり 3.6S くらいしか。うん、送りが絶対いいとか言わんけど。うん、いや、まあ、いいリーチだと思う、マジで。手代わりね。うん。そうそうそう。最初の 3M はつもぎりの方がいいですか、はい、最初の3万はつもぎりの方がいいですか。最初の3万、それ言ったらリャンマンも同じだからね。うん。た？武道太さんめっちゃ常連や。あ、俺解説したやん。聞いてなかったの？常連が何よりかもしとんねん。リャンマンの時俺言ってるよ。リャンマン全件無視だから、急走安排として残して2件の現物。全然いいねって。3万も同じやん。何してんねん。トイレ行っとっただろ今。ちょっとコメントチェックしてずっとねいるけど、うん、トイレ行ってたとしか思えんな。これ普通に言ったのに。あ、手出しかってこと。そういうこと、切るかどうかじゃなくて。あ、そういうことか。いや、それはもう個人の趣味だわ。あー、そういうことか。謝罪、トイレ行っちゃダメなの。トイレ行っちゃダメなの。いや、トイレ行くのはいいけど、トイレ行ってる間に過ぎたのを後から聞いた場合は、いや、もう俺解説してるやんって可能性あるから、常連は普通に、黙っとくのが筋だろ、そこは。通り過ぎてるやつは。何しとん僕にもください。僕にも何しとんください。何しとんください言ってんの。3万が手だけかつもぎりか。いや、ちょっとこれは何ともわからん。どっちがいいのかは。一数万が残る可能性。二分一で一数万残る。三万手出しするかどうか。わからん。どう見られるかってやっぱ、同卓者にもよるからね。麻雀プロはどう読む、普通の人はどう読むとかさ。少なくても、普通の雀荘とか、レベルが低い。あれで言うなら、俺は手出ししてるかな。ギャンマン3万手出しの後の急走リーチの方がなんかいいマン出そうと思う。ギャンマン急走よりは。まあ、ちょっとわからん。ちょっとそれも。うん。初短期即利手釣りって、あ、手釣りって言うと思ったってこと。いや、手釣りはむずいわ、地獄は。そんな統計のデータもないし。はい。とにかく親ドラさんそう。てかもう40分くらい経ってるだろう。あ、20分か。ちょっと早く行くぞ。え、今日は土日分の動画も作りたいから、あとね、2つぐらい見れたら見たいし。はい。急走なんとりあえず来てくる。二度気外しに見えるけどね、すぐリーチ来るから。一数万が別に悪いわけじゃないもんね。一数万が悪かったら払ったかなと思うけど、全然悪い一数万じゃないからね。手出しの方がうさんくさくなるのかね。いいピンか3ピンかリアマンか数万か嘘で。まあ、チーマンか。チーマンもある。あ、シンプル嘘。うん。
M リーガーがシンプルウーストは意外だった。ドラさんそうだしね。やっぱつもぎりにする？うん。あーウーピン引いてきた。ピンプル E ピン3ピンか。ちょっとタンヤも見てきたからね。うん、シンプル E ピン。はい、何入ペイトドラ3ピン。うん、これめっちゃいいな。3メンツ。はい、3メンツ。やば。はい、白髪切る。これは裏ドラ確率考えて、白髪チュンが、チュンが見てないから、白髪チュン、白残して、初から切る。うん。ここまでいいと、裏ドラ確率見ますね、俺は。うん。まあまあいいんだけど、このまま。まあ基本的に裏ドラ確率考えないけど、うん。ここまでいい時だけは、俺結構考えてます。はい、初切る。いや、破門すな。うん、いいんだよ。地合い切らなくていいことだから。はい、いいピン切る。うん。では、結構普通の手組は一致しますね。リアンソーカーパースを切る。うん、いいね。俺はチーマン切りますけど、チーソーパースをポンでもいいから。M リーガーはチーピン切って両形確定するのかね。ただ6球層がそんなにいいわけじゃないですよね。6球層3枚目で。まあ、俺はチーマン来ても、泣きてみます。ポンしても残酷以上あるからね。でも、鈴木大介さんならこれチーマン切るんじゃないかな。違うか。まあ、両形意識の方でした。うん、なんかめっちゃいいシャンってなった。うん。うん、まあまあまあ。自分がトップ目なんで。うん、あ、大輔さんもチーマン来てちそうだ。うん。チーピン一択？いや、一択って言っても結局アレアン面だからな。はい、これは降りていく。うん、まあ俺はシンプルチーマンでまっすぐ。6球層3枚目。うん、タンヤを見たい。はい、南極一本バードラガチーマン、黒沢さんが、はい。うん、ちょっとこれも他、自敗以外選択できないから自敗切る。うん、アリアン面ね、そんな言うほどね、やっぱ、さっさとテンパイ取って、はい、これももうシンプルに3枚以外が選択できない。はい。で、79とか1通がある。唯一のジャントができてしまったから、まあ、9ピンでいいかな。これもシンプルに。ドラチーマンだしね。他が、もう、ちょっと他がないって感じだよね。何切る問題みたいになってるけど。アーマンツも。まあ、MD ガーっぽいのはパーマンツも切りとか？形だけ見ると3ピン切りたいですよね、それはね。チーピンか。まあ、ケアしてる。ケアして、3ピン。神茶数字。ピン。まあまあまあ、普通に上がりにいく手順ではないので。はい。まあ、ただただ上がり見るなら、形的には3ピンしかないって形だけど、まあちょっとそういう方針ではないと思うので。はい。まあちょっとこれはもう行きましょう。まあ、ちょっとこれはまあ、なんか、ひねって。まあちょっとこれはまあ、守備的に。まあ、ここでもテンパイ取らず。アマンがきついか。はーい。まあ、3万、そんなに押せない範囲ではないけどね。トイメンが3万当たるとしたら、まあ、神茶ケアになるのかな。でも神茶の方がテンパイ率圧倒的に低いしな。まあまあまあ。まあ、ここで、トイメンが4、5、6位でダーリアンソーなんでね。3万が当たるとしたらサブローマンの両面しかないから。で、サブローマンの両面だとしたら、サブローピン、サブローマンのイシャンテンから、
トントン連想でね、切り順がちょっと逆なんでね。まあ普通は自敗の安全な方を持ってできるんで、やっぱり連想か関連牌とかそっちの可能性高くて、純粋なサブローマンに刺さりそうもない。で、この連マンがないとね、愚形で刺さることあるんだけど、まあ連マンがあるからやっぱ3万って連面でしか刺さないって見るとね、トミーに対して3万は結構安全ではあるけど、まあまあまあ、無筋ではあることには変わりはないか。はい、いやまあ俺はまあ、やっぱり取るかな。取った方がいいんちゃうか。うん。あんま結構安定。うん。中テッパテ行く。なんか振り点か。嘘は、まあ。まあ一応、カンちゃんだったら止めに当たることはあるかもしれんけど。ただまあ、こんなもんもな。チーピンチーピンか。まあ、トイメンにはとにかく一数層が切りたくないみたいな顔になってる。うーそうな。まあ別にどっちもいいっすね。ああ、てか、うん、そうな。うん、待ってらしい。まあまあまあ、ちょっと、どっちもいいてます。いや、俺はテンパイ結構大きいと思ってんで切りますわ。切ります、これも。うん、ここでテンパイも取ってるし、嘘も来てる。はい。ちょっと止める範囲じゃねえか、さすがに。自分が振り点だけど、上がれるかもしれんしな。うん、嘘、ごめんなさい。切りますわ、これは。うん。切ります。はい。これはさすがに切るわ。はい、積もられた。あ、一応、濃い面なんかそんなにいたから、うん、見てみるか。満手だし、結局一数層取ってないよね。まあ一数層切りたくない。で、まあ、マンズ、ウーマンが一応最終手だしか。まあいいか、パッと見ちゃいますか。数万はシャボ。掃除が連続でしたね。2345。はい、こんな形でした。チーピンチーピン。4577。チーピンってどんな形だったんだろうか。チーピン？なんか、あれ？なるほどね。まあ、ちょっとだ、まっすぐじゃなかったですね。まあ普通に上がりだけならもちろんリアンスを切られるけど。ちょっと赤とかが絡んで、ちょっとハイ効率落とした打牌になってたのか。はい、まあちょっとこんな感じの手順だったんで、はい、赤使い切りのチッピンだったんで。はい、まあ行きましょうか。ちょっと待ちが分かりづらかった、これは。はい、次行きます。はい、何曲シャーチャドラがいそう。はい、ローソぶっ通しておいた方がよくない？嘘？ローソ？はい、自分トップ目で、シャーチャドラいそう。まあまあ、とりあえずは自敗とイーマン9層とか切って、あ、9層重なったか。適当にちょっとやっとく。で、まあ、ある程度整ってどうするかって感じか。あ、こつ。かなり形良くなった。まあ、こうなったらもう泣けるか。ほんまもう考えることなくなった。おえり入ったか。めんどくさいな。はい、チューン切る。まあ、これはまあ基本折りですね。はい、初切る。テンパったおもろいな。ラス目のリーチ。絶対振りたくない。振ったらラスまで落ちる。テンパってリーチなんだみたいけど。まあ、これでハクハクか。はい。はい、何曲シャーチャドラガーロマン。で、もうこうなってくると何着でもありそうなやつか。むしろ行きやすくなったかな。もう、ただただ、仕掛けまくって、手配短くなってもいいし。まあ、今回ちょっとチュンがあんこだから、まあ、仕掛けても、守備力高いから、もちろん全部仕掛けるけど。
ただただまっすぐ上がりに行くだけの話。二層切る。ハーピン切る。うん、手配良くなった、めっちゃ。うん、普通に行く、E ピン切る、あ、ここからちょっとスリムか。まあ、ローマン引いても、まあ、リャンカンで受けれる。チーマンの危険度も、もちろん E ピンに比べたら高いから、ちょっとコンパクト行く。ちょっと難しいとこだけどね、チーマンね。はい。うん、チー点取った。2万でいいのかな？他が選択できない。2万切る。うん、あ、数万か。頑張ろう！数万？ん？今通ったら4万じゃないの？引っ掛けていく。いや、引っ掛けていくって4万2枚しかないし。じゃあね、2枚切れだし。なんだこれ？マジでわかんない。リャンマンしかねえと思う。じゃ、マジでリャンマンしかなすぎて、わけがわかんない。まあ、先に切りたいってことなんだろうね。後々数万が遠い目に刺さったやだから先に切る。先とかいう順目じゃねえしな、もうこれ。ちょっとリャンマンしか切ったことなさすぎてわかんないもん、こんなもん。うん。先に数万切る意味がちょっと、マジで、ないと思う。うん。まだ順目が早くて、まだ遠い目はもう明らかテンパってないっていう読みがあってね。いいけど、もう、この、深すぎんじゃん、順目。ちょっともう、わからない。マジで、リャンマンしかない。渋川さん、ギリギリ通せる順目とか言ってた。あ、渋川さん、ギリギリ通せる。通したところで、そもそもだって、数万、むしろ数万単位でいいだろ、これ。上がりがだって低すぎやろ、こんな。うん。解説も先って言ったけど、遅い。いや、そもそもが、リャンマン単位と数万単位の枚数の違いだよな、一番はな。数万が通せる、通せないじゃなくて。うん。まあ確かに、トイメンの皮的には、まあ、9ピン9ピンでチーか。ギリ通せる。適当に取るだけやろ、渋川。まあ、通ったから適当に手配見とるから適当に取るだけだの。絶対渋川もリャンマンしか切らんもの。あんま。リャンピン来た人上がってたな。はい。まあ、リャンピン切らんけど。はい、じゃあ行きます。もう4トイツ。はい、まあ、これはまあ基本チートイに見えるが、トイトイとかもあるか。ちょっとめんどくさいな、チーマンズも。なんでもいいっすね。まあ、鈴木大輔さんはチーマン切ると思います。もう、はい。もう、赤保留。60% チーマン切る。はい、チーマン。あ、違った。自敗だった。瞬捨てがマジで、しょうもなさすぎて。いや、いいっすよ、全然。全然いいっす。はい。うん、シンプルに、基本切る。うん。まあ、自敗で切らないはあんまり意識してないか。これだったら別にチーマン切ったって、そんな何も思わんしな。あんまパンパンいって、やっぱ、一応トップ目だからね。リーチに振ったやだし、なんか、4トイツだしね。トンパツでチートを決めつかって言ったら微妙だけど、ラス前でこの点数でこの手配だとね、もう完全にもう、守備力がめちゃくちゃ高いチートを決めち、全然ありっすね。ここでも普通か。まあ、ドラマタギとか言うかもしれないけど、まあ、ここでもウーマンチーマンとか来ても別にいいしね、これはね。この手はパンパンに行けとは全然思わない。まあ、ここでさすがにウーマンだな。あ、パーソの方からか。パーソって何これ。パーソ。まあ、結局受け消えちゃってるんで、まあ、それ、リャンカン残った方がいいけど、別にウーマンでいいかなと思う。うん。やっぱ守備力強めでね。なんか、こんな瞬時で未練残さなくてもって感じに見えるな。うん。まあまあ、で、チートやね。強くなるよねって上から目線すぎて笑える。強くなるよね笑える。コア上に似るからね。うん。俺のせいだね。はい、星野さんいらっしゃい。何様やの、ほんとに。
てか、よう切れられちゃうな、そういうの、昔な。昔っていうか、2年前な。まあ、川村さんまだいいけど、リスナーが強く言うのが気持ち悪いってよくやれてたな。最近あんまなくなったの、それな。まあ、みんなもなんかちょっと飽きてきたのね、M リーグな。熱量が下がってんの感じるわ、俺。もっとみんな切れてたもん。うん。もっとほんと、こんなくっそ弱いのにとか、なんか、そういう感じばっかりしたけど、ちょっと少なくなってきた、それな。前はそんなんばっかだったもんな。それもそれで俺の熱量が下がってきたからか。はい。ちょっとまあこれいいか。雑談しよう。今。うん、まあこれもね、まあどうなってんだろうね。チート決めたらどうなんだろう。パーソーとか、どうなってんだろう。まあいいや。カワムーの笑えるでしか得られない養分がある。笑えるでしか得られない。いや、笑え、俺が作ったわけじゃないか。笑えるって検索したら出てくるんで、YouTube 元ネタがね。おも、うまい。笑える。はい、窓紛と進撃の巨人と笑えるはね、うちの配信必須なんで、ちゃんと見てから来てくださいね。まあ、進撃の巨人はちょっと長いんで、優先順位としては、笑えるはショート動画だから、20秒ぐらい。笑えるをまず見る。20秒で終わる。で、その次、窓紛見る。窓紛は11話ぐらいだから、まあ11話もすぐ終わる。進撃はちょっとね、めっちゃ長いから、うん、最後でいい。後回し。うん。窓かの名字は？はい。はい、残ってしまいましょう。黒沢さんのリャン紛れで、竹内さん、中瀬さん、ぬるかったですか？あれ、黒沢さんさっき見たけど、黒沢さんどんな手だった？いやでもまあちょっとモテになってるしな、これな。なんとも言えんちゃうか。ウーマンポンして3万切り。出ますな。まあまあ、そう、確かに。3万、まあでも3万3万切りか。で、これ厄介だよね。ヤンソー、キュウソーは？まあ上がれたらこれしかねえわな。別にそんなぬるくないんちゃう？ただ、順目が深すぎるからね。確かに、まあ、結果論泣かれたって言うんであれば、まあ、一応、切れてるしな、リアンマンな。うん。確かに、守備方の人って言うんだったら、いや、でも、それでもきついな、このリアンマンな。少なくても、ローンはないし、今、トイメン来たしね。コメラに叩かれてた。まあ、確かにね、もう日中遅いとかだったら、急走とかなんのかな。いや、むずいわ、これは。やっぱ、急走ポンの、軽点いけるからな。ギャンマンスーマー切らんってなるともう急走しかないでしょ？そうすると、経点率は下がっちゃうな。この点数状況だったら、急走ぐらいみんな打ってくるからな。経点見たい。うん、ギャンマンスーマー切るな。切ります。俺がどうするはもうギャンマンスーマー切ります。ギャンマンローンもないし。うん、ギャンマン切ります。やっぱ。まあまあ、ワンチャン上がれることもあるしね。うん。ギャンマンスーマー残し上がり率もないし、経点率も下がるからね。これはさすがに厳しい。うん、ちょっとこれはもう、しゃあないな。はい。じゃあ次行きます。はい、オーラスか。やっとオーラス来た。30分くらいかな。38分か。結局こんな時間になっちゃうな。はい、鈴木大輔さんは現状2着ね。2着でオーラスで、この手配か。上茶と8000、下茶と2100。うん、まあ、普通にまっすぐ行きますね。ラス回避だとね、相当守備型ありますけどね。まあ、振らなかったらラスないんでね。ただ、トップ取りマージャンなんで、普通にまっすぐ行くだけ。とりあえず自敗切っていく。じゃあ切っていく。パーソー切っていく。パーマン切っていく。あ、パーピンなんだ。まあ、ターツはもうあるからか。まあ、チーピン引き。パーマン引き。うん。うん、まあ、別にパーマン切りたい人も多そうだけど。なんか両面できた。謎の両面作っていく。あ、ピン切る。パーマン残しがなんかものすごいとこ引いていく。うん、リャメリャメにしちゃって。うん、あ、これはもういいか。ただただ行くだけ。ただ、ちょっと待って、トイメンが赤絡みの泣いてんのか。自分がロン言われたら、3着。最低でも3着は落ちちゃう。報酬はしたくない。ただ、そもそもそんなんで言ったら、天敗脳天でも3着落ちちゃう可能性あるし、うん。まあまあ、そんなにめっちゃケアするってないか。まあ、竹内さんにも絶対これ当たるみたいなのが持ってきたら、まあ止めるかもしれんけど。あ、そういう系か。
ピンズなあ、まあ打ちたくはないけど、まあもう一個手出し入ったらマジでもうそれは止めるかもしれんけど、まあまあむずいむずいむずい、これは、はい、あうん、まあとりあえずシャーか9万か切る。うん、黒沢さんリーチ来た、リーチ来た。うん、この順目でテンパったらおもろいけど、言いそう言いそう。おお、おもろいなこれ。別にシャー打ったっていいしな。まあ大輔さんはん、シャーか言いそう、どっち来んだろうな。まあ、一応上茶がリーチボを出してきたから、まあ、シャアがそもそもトイメンに別に当たるとあんま思わんけど、まあ、万が一トイメンに万願事故っても3着とどまる。で、これ眺めてても結構3着落ちちゃう可能性高いんで、まあ、結構俺はシャア切りたいにしますかね。シャアで。いや、ただまあ、ベタ折り全然あるな。むず、なんかシャアが別にそんな当たる気があんましてないですよね。シャア当たる、まあ、一番はシャアがあんまり当たる気してないっていう理由でシャアにします。はい。やっぱまあ、これは、ああ、ベタ折りか。うん、まあ、ベタ折りだったらまあ、これで終わりか。うん。はい、黒沢さん、おめでとうございます。まあ、ここでシャア打たれてるからな。勝敗だったらまあ、それは嫌っていうのはわかるけど。まず、ここでシャア打たれて、まあ、これがもちろんポンしてない。んで、ここで、血が入って、こうでしょ？あ、待ちって。まあ、そりゃ、シャア短期で刺さることあるかもしれんけど。まあ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 。あ、ここ1分かけた。うん、まあ、むずいね。うん。あ、1分かけてた。うん。うん、まあ、そもそもで言うと、俺、ここでシャアはぬるいかな。短期ケア。うん、まあまあ、いいか。竹内さんに任せてベタ折りも全然あるしな。うん、いいと思います。うん、竹内さんが上げてくれたら2着でとどまるし、まあ、流局してもだね。黒沢さんもリボー出しが流局しても2着でいけるから、そうだね。うん。スワンコ短期。うん、いいと思います。うん、全然いいと思います。2件2にそもそもこんな上がれないからな。うん、いいと思います。9万でいい、9万でいい。うん、9万でいい。はい。シャア短期で打ったら炎上する。うん、まあそうだね。どんなもんで当たるんですかね、これね。ナーガとかどうしてんすかね。どうしてんすかね。うん、そうそう、一旦売りそうだけど。いや、ただね、イーソーが打てるってとこなんだよな。別にテンパしたらね。イーソーもなんか、これも打てない範囲だったら微妙だけどね。スチピン、サブロッソ、まあ一応リアメンで。まあ、入ればまあ、打てるけど。まあでも、微妙だな。役なしだもんな。結局、上がるっていうのはリーチしなきゃいけないもんね。うん、確かにベタ折りの方がいいか。うん、ベタ折りの方がいいわ、これ。うん。ベタ折りにしよう。うん、ベタ折りだ。うん、ベタ折りだ。ごめん、ちょっとこれは俺が。疲れて、ぬるいこと言ったわ。うん、2件2だもんな。ベタ折りだ。ちょっとなんか、イーソーシャアがどっちも来てるかなみたいな感じ言っちゃったけど、事故ったらあかんしな。ベタ折りだ。うん、もう9万しかないんでしょ。9万しかないわ、これ。9万しかない。うん、ぬるいこと言った。うん。はい、今年を見に来ています。いつも楽しみにしてます。ちょうど1年ぶりぐらい。あ、そうか。はい、りょうたろうさん、どうもありがとうございます。うん、そうだね。うん、いいと思う。うん、何もおかしくなかった。俺がぬるいこと言った。ベタ折りでいい。はい。はい、それじゃあ鈴木さん見てきました。はい、じゃあ、いいかな。ちょっと今日はね、土日分の動画も作りたいので、ちょっとまあ、サクサクいこう。今は配信時間3時間50分か。はい。じゃあね、お疲れ様でした。また。